様々な形状の均圧茶。茶葉はすべてプーアル茶である。プーアル茶の生茶、三茶黒茶は中国茶のうち、麹菌により数ヶ月以上発酵させる後、発酵製法により作られる茶を言う。プーアル茶など、黒茶の茶葉色は褐色から黒色で、水色は紅茶やウーロン茶に似た濃いオレンジや濃い赤色が多い。中には緑茶に近い水色の芳々茶や、抽出するとコロナ状のリングが現れる花巻茶などもある。黒茶の香りは、陳香りと呼ばれ、その独特な香気は、堆積工程で作り出される。福泉茶の製造には、圧成後に、金、花香と呼ばれる香気を発するカビを加える、発香と呼ばれる工程がある。黒茶の味の特徴として、発酵の過程で生じる微生物の代謝によって、組成分のポリフェノール、旨味成分のアミノ酸が減少し、可溶性糖類が増加することから、他の茶に比べて渋みの少ないまろやかな味となっている。一般に、茶はわかめが多く新鮮なほど評価が高く、時間の経過とともにその価値が落ちると考えられるが、発酵茶である黒茶は、他の茶と異なり成熟した茶の木の葉を使い、枝ごと切り取って製造するものもある。また、熟成が進むとともに、苦味や渋みが消え風味が豊かになることから、製造から時間が経ったものほど価値が高い。一般に、茶は、製法の違いにより青茶、緑茶、白茶、黄茶、黒茶、紅茶の6種類に分類される。このうち、黒茶と紅茶が、発酵茶であるが、紅茶とは発酵方法が異なる。黒茶の形状は大きく分けて、一部のプーアル茶やローアオ茶などに見られる茶葉そのままの形状である三茶と、茶葉を発酵させる前に圧縮して固めてある、均圧茶の2種類があり、多くの製品は均圧茶として作られている。黒茶は次の製造工程を踏まえ生産される。薩青茶葉を加熱する。茶葉に含まれる酵素の働きを止め、酸化を抑制する。初揉み10年。茶葉を揉む。茶葉の組織細胞を壊し、茶の成分進出を良くする。堆積茶葉を積み重ね、発酵させる。黒茶の風味を引き出す。また揉み10年。茶葉を再び揉む。乾燥させる。保存性を高め、香りを良くする。黒茶の種類や形状によって初揉み後の手順が入れ替わる。三茶の場合、例えば六歩茶や湖南黒毛茶などの場合345だが、宝生茶やローアオ茶などは5435、プーアル三茶は535を行った後に、ふるい分けの工程が入る。均圧茶の場合、粗茶となる黒毛茶を等級によって、ブレンドと選別を行い、蒸して柔らかくした後に加圧成形する。産地周辺で消費される以外に、雲南省のプーアル茶は、香港やマカオで好まれ、以前から出荷されているほか、近年は韓国などの外国でも近年消費が伸びている。湖南省の福茶は、新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区、甘粛省などの少数民族が、ビタミン補給のための生活必需品として消費されているが、近年は日本にも輸入されるようになっている。ありがとうございます。